使用人室でそのまま寝ちゃったんで、控室には戻ってないんです。源氏様、カノンです。おはようございます。あらあら、まだお休みかしら。失礼します。誰かのいたずらでしょうか。わからないけど、こんなの今は気にしててもしょうがない。源氏様、失礼します。おはようございます、源氏様。源氏さんらしくもない。朝でございますよ。源氏様。なんですかこれは。なんですかこれは。相当の刃渡りのものでなければここまでの切り口にはできまい。どういうことよ。碑文の謎をバトラが解いたんでしょ。どうして殺人が起こるわけ。わからん。いずれにせよ厄介なことになるぞ。ベアトリーチェ様とナツキ様にご報告申し上げた方がいい。ベルフェは急いでルシネーに報告を。心得た。2日目の朝食は決して静かに取れやしないってわけだわ。嫌な予感がする。源氏だけで済まないかもしれない。屋敷内を確認するわよ。他にも何か起こっているかもしれない。はい、お姉様。おはようございます、夏日様。おはよう。最悪の朝です。ご安心を。誰も部屋へ立ち入ろうとはしませんでした。さあ、
不審版をありがとう。電話にお出になられた方がよろしいかと。あと、良くないご報告が妹たちから。良くない報告は後にしましょう。先に電話を取ります。おはよう母さん、よく眠れた？約束は守りましたよ。私はずっと部屋にこもっていました。もちろん電話もしていません。でも、この電話には出ちゃったよね。それは…冗談だよ。この電話は母さん思いの僕からのモーニングコールさ。おはよう母さん。人をどれだけ愚弄すれば。バーディーの準備のために母さんには席を外してほしかったのさ。おかげで準備は整ったよ。もちろん主賓は母さんだ。何を始めるつもりですか？それは今日のお楽しみかな。大丈夫、待たせないよ。もう始まってる。そうだ、ちょっと待って。声を聞かせたい人がいる。え？あんたの夫はここにいる。目も耳も塞いでるからね。話はできないけど、無事なのは分かってもらえたと思う。何が目的ですか？夫を解放して。明日には解放するよ。二つ約束を守ってくれればね。何ですか？一つは、あんたの夫を僕が預かっていることを秘密にすること。屋敷ではそのうちクラウスの姿が見えないと騒ぎになるだろうけれど、母さんは何も知らないから、何も口出しできない。わかるね？わかります。もう一つの条件は、ちょっとしたゲームだ。今日の昼の1時になったら、屋敷の1階の一番手前の客室に入り、クローゼットの中に隠れている。客室？どうして私がクローゼットの中などに？ちょっとしたかくれんぼだよ。誰にも見つからずにそこで1時間隠れていることができたら母さんの勝ち。もし誰かに見つかったら母さんの負け。負けた？どうだというのですか？別に何もないよ。遊びってそういうもんでしょ。このかくれんぼに付き合ってくれたら明日には夫を解放するよ。その約束本当に守るんでしょうね？もちろんさ。母さんこそ守ってよ。約束を破れば奥様、いらっしゃいますか？おはようございます。ゴーダとカノンでございます。奥様、どうかお目覚めよ。
何？どうした？何でもありません。使用人が来たようです。もう切りますよ。うん、僕の言いたいことは全部伝えたからね。じゃあ約束破らないでよ。わかりました。 あなたこそ約束を破らないのですよ。違うね、母さんがそれを決めるんだよ。僕に約束破らせないでね、母さん。今日一日母さんを見てるからね。踊ってちょうだいね、夏日。19年前の罪に怯えながらね。私のターンも順調よ。さあ、ベルもどうぞ。どうせ無駄なんだろうけど、警察通報を通じて内外の通信可否を確認。外線は使用不能、内線は使えるみたい。台風で船も使用不能。クローズドサークルの出来上がりかしら。おめでとう。これでベルンが完全に探偵に昇格ね。はいはい、ありがとう。ごちそうさま。それじゃあ早速ゲーム開始といこうかしら。源氏さんまでかよ。5人も殺されたのか。はい、あんなひどい。ゲストハウスの4人と全く同じだった。すっぱりとひどく鋭利な刃物で首を切られた。僕が深夜勤だったのに不審者に気づけないなんて。自分を責めるんじゃねえ。もし犯人と鉢合わせだったら命を落としたのは自分だったかもしれねえんだぞ。その上電話も通じんときた。この天気じゃ船も来んやろ。えらいことになったで。ということは犯人はまだ私たちの身近にいる可能性が高いということだわ。で、何ですか。台風が過ぎて船が迎えに来るまで私たちは人殺しと一緒にいるというわけですか。大丈夫ですとも。こうしてみんなで一緒にいれば犯人だって手出しは。茶しかもなった。ミスミス殺されはしないわよ。ジョージの仇を討ってやるわ。許さない、許さない。誰が犯人だろうと、何が理由だろうと、私はジョージの仇を許さない。殺してやるわ、殺してやるわ。はい、皆さん、泣き言は十分ですか。ご聖職のクラウスさんはまだお見えにならないのですか。さっきから電話をおかけしているのですが、お出にならないのです。受話器が外れていると。いいえ、呼び出し音はします。聞こえていないはずはないのですが。どういうことだ。まさかクラウスおじさんも。やっぱりね。こんな時に不謹慎だけれども、ゲストハウスの4人に源氏さんで5人、もう1人いるだろうと予想はしてたわ。どうしてよ。どうしてそんなことがわかるのよ。あんたが犯人なの。あんたがジョージを殺したの。やめなさいエヴァさん。今はそんなことをしとる場合では。で
しょうね。ゲストハウスの現場を拝見した時点で6人の犠牲は読めて当然です。4人しか死体がなかったので、あとの2人は誰だろうと思っていたくらいなので。なんでそんなことがわかるのよ。あんたが殺したの、あんたがジョージを。よ、予算かエヴァ。エリカちゃん、キリエさん、なんでそんなことがわかるんや。適当なことは言わんといてや。簡単な連想よ。ゲストハウスの犯行現場に書かれていた落書きは魔法陣、魔法と殺人から連想するものを考えただけ。気分か。そうか、第一の番か。え、どういうことですか。いえ、私にもさっぱり。そういうことか、魔女め。これはやっぱりベアトリーチェ様の仕業なの。あんたたち何を勝手に分かった風なこと言ってるのよ。私にはさっぱりわからないわよ。説明なさいよ誰か。だからエヴァ、少し落ち着くんや。そういうことです。あの犯行現場の魔法陣を見た時点で、この殺人が気分の第一の番をなぞった見立て殺人である。犠牲者は6人であることは想像できていました。ただ魔法陣がそこに存在するだけで、フルドエリカはこの程度の推理が可能です。いかがでしょうか皆様方。じゃあクラウスおじさんも殺されてるってのか。そうだとも決めつけられません。ここに来ないのはクラウスさんだけではありませんよ。もう一人いらっしゃいます。まさか親父。おい、誰か書斎には連絡したんだろうな。もちろんお電話させていただきましたし、ノックもさせていただきました。ですがそのお返事はなく。当主様はご自身の研究に没頭されておいでです。時に電話を嫌い、受話器を外し、ノックを無視することもあります。しかし呼び出し音はちゃんと。とにかく主人の無事を確かめる方が先です。主人の寝室へ行きましょう。さあ皆さんもご一緒に。三流ミステリーも三流スプラッターも単独行動を取る人から死にますよ。はあ、言わんやこのゲームもまたしっかり。ベアとっては三流だわ。もはや碑文は解かれたというのに、誰が望んでこんな真似を。ラムダ・デルタ教の駒と思われる19年前の男とやらの仕業かもしれません。おっと、そんなはずもありませんが。これまでのゲームで、すでにベアトは赤き真実で禁状が消えて18人以上は存在しない、18人目は存在しないと明言しているわ。そして今回はそれにエリカが一人加わって、19人目が存在しないと明言されてる。19年前の男とやらが島に入り込む余地なんてないわ。ならば19年前の男は既存の人間の中の誰かが語っているか、さもなくば。赤で19人目が許されずとも、そこに19人目を紛れ込ませるなど、わらわならば魔女ならば造作もなくやってのけるがな。面白くなってきたぞ。もうしばらく様子を見させてもらうとしよう。それにしてもラムダ・デルタ教にベルン・カステル教め、いよいよに我がゲーム版にて好き放題を始めよった。分かっていてお招きになったのではありませんか。退屈を嫌うわ。わらわも魔女なれば同じこと。
この想定外さ。